ゴールデンリトリーバーは、イギリス原産の大型犬である。賢さ及び忠誠心を兼ね備え、温和な性格の犬種であるため、ペットとして広く愛好されている。また、活発な性格で探求心がある。元来、水鳥量で、ハンターが撃ち落とした獲物を陸地に持ち帰る役割を担う犬であり、合図に忠実に従い、俊敏に行動し、水草の追い茂る、 湖の中を遠くまで泳いで鳥を持ち帰る猟犬として何時間も両場で活動することが可能な猟犬である。19世紀中頃、スコットランドのダッドリーマーシュバンクス伯爵が後輩により作出したのが起源である。1865年、ダッドリーマーシュバンクス伯爵は小型のニューファンドランド犬と掛け合わせた黒のベイビーコーテッドレトリーバーから生まれた一頭のウェーブ。 かかった黄色の紐に覆われた、ヌーを購入した。ダッドリー・マーシュバンクス白爵は、ヌーおよびツーイード・ウォーター・スパニエルのベルを掛け合わせ、4頭のメスが生まれた。そのうちの1頭、カウスリップをもとに、ダッドリー・マーシュバンクス白爵は20年以上、ブリーディングした。ベイビー・コーテッド・レトリーバー、アイリッシュ・セッター、後のブラッド・ハウンドとの交雑を何回か行い、新しい犬種として、 ゴールデンレトリーバーを確立した。1903年、英国ケネルクラブは、ゴールデンレトリーバーを、フラットコートマイナスゴールデンとして、初めて登録した。1911年には、フラットコーテッドレトリーバーとは別の単独の、剣士として認められ、ゴールデンまたは、イエローレトリーバーと呼ばれ、数年後には、イエローという語は削除された。1938年、 ゴールデンレトリーバークラブオブアメリカが設立された。当該クラブは、現在5000人の会員を要し、アメリカンケネルクラブ参加の最大犬種クラブの一つとなっている。個体によって、明るいクリーム色から暗い赤金色まで多彩な、毛色を持つ。飾り毛は、他の部分より明るい色で長く、ボディ全部、胸腹部、四肢後部及びオカ部を覆う。ダブルコートといい。 羽毛のように柔らかく短いアンダーコート及び弾力性のある長いトップコートの2種類の毛がある。アンダーコートは防水性が高く、気温の低い季節でも冷水内で活動するのに適する。また体温調整の役目も担い、気温が上昇すると抜け落ち、低下すると再び生える。金星の取れた体つきであり、オスは、 体高58から 61cm、体重29から 34kg。メスは体高54から 57cm、体重24から 29kg で、理想的な体長と体高の比率は11時10分で、ある。頭部はありあいに大きく、鼻は黒または茶がかった黒色、耳は頬に沿って垂れ、アーモンド型の目を持つ。10ヶ月の女児、飼い犬に噛まれ死亡東京。 八王子、朝日新聞、h t t p w w w a s a h i c o m articles、ask397grmk39、u t i l 0 6 v o l t h t m l 2 0 1 7年3月10日、閲覧。ありがとうございます。